チャチャイチオノイは、太陽国の元プロボクサー。元 WBC 世界フライ級王者。元 WBA 世界フライ級王者。リングネームのチオノイというのは、彼の出身地の名前である。ニックネームは、稲妻構造。チャチャイライムファバートも。1957年、14歳で、プロデビュー。百六十一年一月四日、日本の関三森に判定で敗れる。 セキトは1962年4月24日にタイで再戦し、10回判定勝ちを収めた。1962年9月22日、フィリピンのプリモ・ファミロに12回判定勝ちで、アブフ東洋フライ級王座を獲得。1962年12月31日、後の世界王者、エベハラ・ヒロユキと京都市の八坂会館で対戦し、判定負け。 1963年7月7日、中村強氏に判定負けでアブフ王座陥落。東洋王座陥落後もフィリピン、イタリア、日本、フランスなど様々な選手との対戦をハイペースで重ねていった。地元、タイでの試合もあったが、フィリピンや日本など敵地での試合にも多く出場した。1966年12月30日、55戦目で、 エブブベーブックリングマガジン認定世界フライ級王者、ウォルター・マグゴーアンに挑戦し、9回小勝ちで王座を獲得した。1968年1月28日、アラクラン・トーレスと対戦し、13回 TKO 勝ちで3度目の防衛に成功した。1968年11月10日、バーナベ・ビラカンポと対戦し、15回判定勝ちで4度目の 防衛に成功するとともに空位の WBC 世界フライ級王座を獲得した。1969年2月23日、5度目の防衛戦でアラクラントーレスと再戦し、8回 TKO 負けで王座陥落。しかし、1970年3月20日に行われたラバーマッチで対戦し、判定勝ちで王座奪回を果たした。 1970年12月7日、初防衛戦で、エルビトサラバリアと対戦し、2回 TKO 負けで、王座から陥落した。1973年1月2日、WBA 世界フライ級王者、大場正雄に挑戦。12回小負けで、王座獲得ならず。1973年5月17日、大場の自己死によって、空位となった、WBA 王座を、 フリッツ・シェルベットと争い、5回 TKO 勝ち。3回目の世界王座獲得となった。1974年10月18日、3度目の防衛戦で、花形進むと対戦予定であったが、当日軽量で体重超過となり、王座を剥奪された。試合も6回 TKO 負けとなり、花形が新王者となった。 1975年8月16日の試合を最後に引退した。晩年はパーキンソン病を患い、闘病生活を送っていたが、2018年1月21日、肺炎によりバンコクで死去した。75歳を打つ。ありがとうございます。